言葉を発したらちょっと詰まっちゃいました。こんばんは、こんばんは。そう、久々のくまかりんのくまかりんの季節が戻ってまいりましたね、皆さん。そう、そろそろ冬眠に入ろうかなって思って冬眠に入ろうかと思いまして、うん入ろうかと思って引っ張り出してきました、クローゼットからね。今日寒かったね、寒かったね。なんかね、眠い今日も眠いんですよ。ビーコマさん、かわいいギフト、ヤンカーさん、タコありがとうございます。そう、久しぶり。いつぶりですか、くまかりんは。くまかりんリターンズとかってなんかテロップしてた気がする、だいぶ前にカズさん、お疲れギフトありがとうございます。羊にも見えるって。羊にも見える、よいしょ。声いつもよりなんか私も低い気がしてます。喉がやられちゃってるのかも。よしひこさん、クマ、あ、クマありがとうございます。あ、そうなんですよ、お誕生日おめでとうメールもこのクマの写真で撮ってるんですけど、だいぶ前に撮ったやつだから撮り直したいなって思ってます。撮り直せないのかな、誕生日メールは。見てくださいましたか。みこまさん、かわいいギフト。ワイリングルさん、かわいいギフトありがとうございます。なんか本当にこんなモコモコしたの着てたら本当に眠くなっちゃう。あ、眠い、寝たくなってきたあったかい、ちょうどよき。ゆうきさん、かわいいゲスト。かずささん、かわいいゲストありがとうございます。てんまんさん、たこ、かずさん、くまありがとうございます。くま、眠れそうな気分になってきましたね。もうこのまま私は冬眠するかもしれないです。じゃあ皆さんまた暖かくなったら会いましょう。うつ伏せたらどういう感じで見えてるんだろう暖かくなったらね、私は戻ってきますのでエリさん、かわいいギフトありがとうございます。エビフリアさん、小判、猫に小判。でもね、私のど飴苦手なんですよ。のど飴好きじゃなくて、なんかスースーするのが苦手です。でも苦手なんです。皆さん好きですか、のど飴。なんか風邪の時に飲まされるすっごい苦いのど飴ありませんか、三角みたいな。なんだっけ、美なんとかみたいなあれも苦手でした、私は。今日の稽古はそう、早かったです。早く終わった。短かった。メリオダスさん、タカシンさん、かわいいギフト。ありがとうございます。
1年で更新されるんですか？お誕生日おめでとうメールの写真。じゃあどうしよう、どうしようかな。次はなんかもうちょっとお誕生日っぽい感じの写真を撮りたいですね。私タヌキですが食べないでくださいねって食べます、食べます。寝ちゃダメだ寝ちゃダメだって。イセキンガーさん、キャンディーノリヘクスさん、クマありがとうございます。コメントが消えていくよコメントが消えていってるよ、コメントが消えていってるよ。嘘に聞こえないから怖いって。まあ4月ぐらいになったら多分目が覚めると思うんですけど、じゃあ、それまで冬眠してます。ほぼ白だってうん冬眠に向けて食料を集めてこなきゃいけない。ブリザーさん、キャンディーありがとうございます。龍角さんのドアメ、私食べたことないです。美味しいのですかどういう味するんですか。なんか龍角さんって CM は見たことある。そう、スースー、あ、でもそう、蜂蜜ののど飴とかは食べれます。蜂蜜舐めたらいいの。蜂蜜は好き。フルーツのど飴苦手です。なんでかな。似合うギフトありがとうございます、ルーム長さん。あ、そうだ、あ、ビックス、そう、ビックスみたいな、トロゴチかな、どっちかな、あれが苦手だったです。でもあれ結構効きますよね、喉痛い時に舐めたら。ビルマさん、タコありがとうございます。ギフトありがとうございます。秋の詰め合わせギフト、竹さん、エビちゃんさん、ありがとうございます。最近写真撮るとき私なんかこのポーズするの、こうやって撮るのハマってますなんかだんだんもう自撮りに飽きてきちゃって自撮りに飽きてきちゃってというか、なんというか、なんか自撮りが嫌になってなんか自撮りをするのがね、だんだんあれになってきたんですよ。どうしたらいいと思いますか皆さん。なんかもうちょっとポーズがいっぱいあったらいいのかな。なので最近のポーズしてます、よく。もざってる？もざってる？今日のさやかりのテンションは何だって、ただ眠いだけの人眠いだけの人な気がしますでもね、
人間は人生の半分以上寝てるって考えたらなんかすごいですよね。モザってる大丈夫ですか？電波かな、 Wi-Fi、 Wi-Fi が調子が悪いのかもしれない。今日は和心さん、クマありがとうございます。あ、そう、最近そう、リンゴも安くて、なんだろう、種類もいっぱいになってきて私は嬉しい。やっぱり秋は好きです。けんちゃんさん、可愛いギフトありがとうございます。はちみつ金柑のどあめ、ラタタ。マヌカハニーのどあめは食べやすい。マヌカハニーのどあめかな、それかな、いつかこの前みほりんにもらった気がする。それだったかな、違ったかな。カズさん、ハート1000個ありがとうございます。美味しかった、そののど飴。キスケさん、花束ありがとうございます。初見さん、ありがとう、ありがとう。さやかに好き嫌い多いもんねって、いやさほどないですよ。私さほど、言うほどないです。え、言うほどなくなくないですか？なくなくないですか？私割と何でも食べれる気がしてるんですけど、シシャモとスイカとくらいかな。あとつぶつぶしたもの、ちっちゃいつぶつぶしたもの。え、なんで今日こんなぼーっと配信してるのにぼーっとしてるんだろうって思ったら、分かりました、私あのこの下パジャマなんですよ。パジャマなんですよ。だからかな、だからかもしれません。そんな気がします、私は。あ、なるほど、理解しました。ちょっとリラックス しすぎてる。リラックスしすぎてる気がする、それだ。なんか私お家に帰ってきたらすぐにお出かけ用の服からお家の用のゆったりした服に着替えたいタイプの人で待って、コメントがどんどん消えてってるんです、ごめんなさい。モザカリンだって。 Wi-Fi を切りました、 Wi-Fi を切りました。そしたらコメントも飛びました。ごめんなさい。苦手な食べ物フワーチェって、それん、それはちょっと何の話だろう。それはちょっと禁句にした、禁句にしたのに。え、本当にそうだから、みんなそうですか？なんかもう帰ってきたらとりあえずなんか着替えなきゃ、なんだろう、ゆったりできなくないですか？って思って着替えてて、配信するからまた着てた服着替えようかなって思ったんですけど、まあたまにはいっかなって思ってそのままもう配信をしているんです。なんか家の中と外を分けたいかもしれない。ありがとうございます。あら、タコありがとうございます。タケさん、りょうくんさん、エビちゃんさん、
リラックマダメ？リラックスしたクマなら大丈夫。リラックスしたクマ。ウマルセアカリンって言われてる。ウマルちゃん好きだった、見てたアニメ。ゆーまるゆーまるゆーまじゃないよ、ウマル。タタ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 タ、あれどんな曲だったっけ。タタ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 タボタン、歩く姿は百合の花。なんかカラオケで歌ってた気がします。歌ってた。そう、ちょっとリラックスしすぎてる。リラックマ、ウィンク。ウィンクは微妙だった、やっぱり微妙だった。なんか眠い時はうまくいかない気がする。今日めっちゃスロー再生に感じるって、あーね、この時間だからだな、まだね、24時半だから、早い時間だから。この時間お家にいたら私眠くなっちゃうんですよ。話し方がいつもよりゆっくりって、じゃあちょっと巻き戻していこう。何か目が覚めそうな話題ありますか？ありがとうございます、ね、着替える時の開放感半端ないって。なんかね、割としっかりしたきちっとした服着てれば着てるほど開放感がありますよね、着替える時。柴田さん、クマありがとうございます。セアカリンがカラオケ行くイメージがないって、いやでも私一時期カラオケ大好き人間だった時代があって、いつだったかな、いつかな、忘れちゃったけど、あってなんか一人でもよく行ってた。月に2週間に1回ぐらい行ってましたの割合で。最近もうずっと行ってないな。可愛いギフトありがとうございます。そう、人間に戻った。ちょっとポカポカしすぎて眠くなりすぎるってことが分かったので、おもむろにフードを取った。あ、うんうん、あ、うん、ちょっと目が覚めてきた気がします。こっちの方が目が覚めてる。クマになったら本当に眠くなっちゃうんですね。触覚は、あ、でもなんか少なくないですかって思いました今日。こっち
1週間で10月が終わるらしいって。それは目が覚めちゃう、それは目が覚めちゃう。そうだ、あの10月27日が最終審査の日でしたよね。あれ違っ、ん、そうでしたよね。あと2日後なんですよ。1年かって今日話してました、みんなで。一人カラオケでアニソンかしらって、まあそんな感じでしたねそんな感じでした。うん、なんか私の周りの友達はあまり、なんだろう、アニメまあ好きな子もいたけど、そんなあんまりいなくて、だから一人で行った時にそういう歌いたい曲は歌ってた私ずっと言ってるんですけど、一人焼肉に行ってみたくて一人焼肉に行ってみたいなってずっと言ってるので、近いうちは行くかな。1年以内ぐらいに行きたいと思いますひとり〇〇って他に何かできるって他に何かありますか？一人カラオケ、一人焼肉、あとなんか一人なんとかある？一人旅？一人旅はあんまり行きたいとは思わない。え、うん、でもどうなんだろう、楽しい、行ったら多分楽しいのかな、どうなんでしょう。でもなんか旅館とかにたどり着けるかちょっと不安なので、そうなんですよね、去年の27日だったんですよ最終オーディション。あの、でもなんかすごい、普通に鮮明に思い出せます。うん、鮮明に思い出せます。その会場までミラーボールありがとうございます。ミラーボール、ミラーボール、会場までなんか時間がなかったのかな、タクシーでお母さんと行ってて、その途中で友達から LINE が来て、なんだっけ、すごい心に来る LINE が来て、ちょっと泣きそうになったのを思い出しました。覚えてる？はあ、1年か、早いね最近この話題もいいね最近時の流れが早い問題の話ばっかりしてる気がするでも冷静に考えたら早くないですか、1年ですよ。そっか、一人焼肉だったら自分で焼かないといけないいや別に焼肉、私焼くの好きなんですよカウンターに一人で座って店員さんと喋るのええよって
私はそんなそんな社交的な人間じゃないので、逆に緊張して楽しめなさそうです。合格発表の瞬間結構モジモジしてたよねって、そうですか、なんて言ったっけ、私なんか呼んでいただいて名前を一言何か喋ってた気がするんですけど、もう思い出せないや。何か喋りました、応援してでよかったって思ってもらえるようなアイドルにきっとなるので、よろしくお願いしますとかでしたっけ、そんな気がした。あーそっか、うん、頑張ります今もその気持ちは何も変わってないので頑張ります。一人ラーメン、私ラーメンはもうここ何年ずっと食べてないです。一人ババ抜きってちょっと、どういうことですか一人ディズニー一人映画私好きです。一人映画は好き。一人ライブ、バンドとかの、それはちょっとハードルが高い気がするな。うん一人乗りツッコミ悲しい、ちょっと、言った後に切なくなるやつですね。一人推し麺、単推しってことあら皆さん一人推し麺してますかあらら、うん、一人キャンプ、一人ファミレス。方向音痴なのか、私相当方向音痴なんですよ。普通に実家にいた頃よく行くところとかでも迷子になって帰りつけなくて1時間とかずっとぐるぐるしてたりあったので、ちょっとね方向はちょっと分かんない人間なんですけど、最近は Google マップさんがマップさんにいっぱい頼りになってるので克服してきました。1周年を記念して手紙書いてるところです。待ってます、早く私の手元に届くのを待っております。楽しみにしてますね。ちょっと眠くなくなってきたのでまたかぶって、1年早いね。そんな感じだったって、そう、そんなことを言ったのを今思い出しました、ふと。いやー頑張ります
これからもっと頑張ります。応援していてよかったと思ってもらえるように頑張ります。そう、ラーメンって食べたら72時間消化されないらしいんですよ。それをどこかで聞いてから、私1回もラーメン1回ぐらい食べたかな、食べてない気がします。でも映画館もうずっと行ってなくて、なんか自粛期間になってなってから行ってないから、もう本当にずっと行ってないです。うん、あのいつぞやのヒロアカ見に行った時が最後だから、映画好きの私が映画館にずっと行ってない。そろそろ行ってももう大丈夫なのかな。行きたいな、猫カフェ。私そう行きたいんですよ、一人猫カフェ。え、猫カフェは友達と行きたいな。あーでもどうだろう、猫がいるから一人でも楽しいかな、どうでしょう。行きたいなって思ってます。行きたい行きたい、うん、一人クマかりん中です私は今。タン推しがたくさんいますってあれ？そう、なんか私方向が分かんなかったら直感で、あ、こっちっぽいなって思ったところに結構勝手な根拠で進んでいっちゃうんですけど、それが結構大体違って大体なんか逆方向とかで、ここはどこだみたいな感じになるんですよ。だから本当にこのスマホ GPS 機能のある時代に生まれてきてよかったなって思います。うん、Google マップがなかったら私は私はさまよい歩いた挙句家に帰りつけず、もうどこかよく分かんないとことかに行っちゃってると思います。この前もなんか路面電車で変な方向のバスに乗って電車に乗っちゃってなんか乗ってた方に、乗ってた親切な方に教えていただきました。あ、こっちじゃないよって言われて小林さん、ファイトギフトありがとうございます。ガゼ嘘情報なんですか。ラーメン72時間消化されないって嘘なの。え、本当え、そんな子だから私いつぐらいに知ったかな、小学6年生とかかな、小学校ぐらいの時にそれ聞いて、え、ラーメン怖いなって、食べたら3日間ぐらいラーメンと一緒に生きていかなきゃいけないのかって思って思って、それから私もうほとんど食べてないんですよ、ずっとずっと。あ、嘘なの。え、誰に聞いたかな、でもなんか結構信じちゃう情報だった気がする。嘘だったの。え、
そんな。そう、フクロウガメも行きたい、行きたいです。でも私猫アレルギーだからちょっと心配なんですけど、でも行きたいな、猫は大好きなので。そう、猫アレルギーでもね、行きたいよね、可愛いから。一人旅、そうだから方向とかが心配だからどうかなって思ってるんですけど、まあ人生で一回ぐらいは一回ぐらいはしてみたいです。どこ行こっかな、一人で行くなら自然が綺麗なとこに行きたい。あ、行きたいかも一人旅え、すっごい自然が綺麗な山とかに行きたい、森とか。うん、行こっかな、行くかもしれません私。でも迷ったらどうしよう。そう、路面電車結構複雑でまだ私理解しきれてないです。よく迷っちゃう、あれどれに乗るんだっけってなっちゃう。それでよくわかんないから結局いつもバスを使うことの方が多い気がします、どっか行くってなったら。ラーメン業界の風評被害え、ごめんなさい、ちょっと変な情報を流してしまいました、誠に申し訳ありません皆さんぜひラーメン食べてください。え、嘘なの、私知らなかった、本当。え、もう心の底から信じてました、多分10年間ぐらい、うん、10年間ぐらいずっと信じてた。そうなんだ、じゃあラーメン食べ行こっかな、久しぶり、かなり久しぶりに。ラーメンってどんな味でしたっけ最後に食べたのいつだろう、いつかな、ラーメンを食べた記憶がない。あ、でもいつか、いつだっけ、太宰府に行った時の帰りに食べた気がする。あれはいつだ、中2とかかな、かな。じゃあそれぐらいから私本当に食べてないかも高橋さん、可愛いギフトありがとうございます。私ラーメン食べたら胃の中に72時間ずっとえ、ずっとあるのかと思ってありがとうございます。え、一つ、私の中にあった間違った情報が正されましたのりさん、初見さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、 ST48 2期研究生の原さやかです。よろしければこれからもまたお話しに来てくださったら嬉しいです、待ってます。テロップがこう、クマ、え、私去年クマカリンリターンズまで
テロップ出したのを覚えてるんですよ。リターンズの次って何ですか？クマカリン3度目の襲来クマカリン3度目の襲来でいいんですか？なんか今日声低くないかな、気のせい？クマカリン3度目の襲来、クマ、すいません、コメントがねどん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 消えてってるの、ごめんなさい。ちょっと急いで書いて追いつきます。クマカリン空白3度目の襲来、襲来、あ、ちょっと編集したい、ふよふよつけたい、うん、これでよろしい、これでよろしいです。あ、でも一人でなんか初めて行く場所に一人で一人旅行くのってちょっと不安なところがあるので、宮島に一人で行くのも良さそう、一人宮島。でも多分一人で行ったら永遠に海をぼーっと眺めてる気がする。でもぼーっとしてたらね、鹿に襲来されちゃうからね。山田さん、可愛いギフトありがとうございます。中2ってさやかりんが UFO 呼ぼうとした時かって、私 UFO 呼ぼうとした時とかありませんけど。あのちょっと偏見ですよそれは。幽体離脱をしてた頃ですね、中2といえば。サートブリオさん、タコありがとうございます。友達とラーメン行こうってならなかったのねって、友達とはマックかスタバかとかでした。サーティワン行ってた。31日に 31% オフ、31日、もうすぐだ。ラーメンの話、でも私他の人に別に話してました、話してたことあります。普通に72時間消化されないらしいよって言ったら、大体の人がそうなんだ、怖いねって。普通に皆さん信じましたので、私もそうなのかと思ってた。キャー、追いつきたい、追いつきます。そう、ちょっと映画風にしてみたんです。クマカリン3度目の襲来。どんな内容なのかな。でもなんかこの書き方だとクマカリン絶対悪役ですよね、ゴジラみたいな感じですよね。
じゃあクマカリンは悪役として皆さんを襲来しに行くので、ぜひ打ち勝ってください。そのうちエピソード0とかあるんやろうなってあるあるだ、うん、次ぐらいにクマカリンの原点とか言ってエピソード0ありそうですね知られざる原点のエピソード0が。けんちゃんさん、可愛いギフトありがとうございます。ふよふよなんて言いますか皆さん、このこれのぐにょぐにょの棒のこと、伸ばし棒、にょろ、なんて言うのかな、そう、宮島さんの鹿は宮島さんの鹿宮島さん誰ですか。宮島の鹿さん宮島のね、鹿さんたちは結構食べ物とか持ってたら襲ってくるので、そう、高校生でスタバ買って期間限定のものが出るたびに行ってました。懐かしい。最近はちゃんと我慢してます。いやー、でも秋はね、本当に美味しそうなものばっかりで誘惑が多い日々です。確かに、え、どこ情報なんだろう。私どこで72時間消化されないって聞いて信じたんだろう。え、思い出せないけど、もう私の中でそれは常識としてもう刷り込まれてましたので、今日一番の衝撃かもしれない皆さん、ラーメンを食べても72時間消化されないっていうことはないそうです。なんと、襲来。クマカリの弱点、クマカリンの弱点なんだろう。朝5時集合弱点かな。弱点って何ですか。なんだろう、ししゃもがあったらクマカリン余計にはなると思います。クマカリンのスピンオフはどんな話題になるのだろうって、ね、スピンオフ作品も出るかもしれないどうなるんだろう「クマカリン学校」とか言って始まるかもしれない。あ、え、
ニョロニョロっていうの？ニョロニョロですか、これは。チルダーが正式名称って初めて知りました。チルダーっていうの？知らなかった。なんかぽくないね。全然ぽくないですねかっこいいチルダー。これから使います。じゃあありがとうございます、教えてくださって。チルダは使うと通じない人多いので使えないって確かに確かに。ん？なんて言った？ってなりそう三角チョコパイもね、三角チョコパイも好きです。私は好きです。皆さん白派ですか黒派ですか？私は意外と白派です。普通のチョコレートだったらホワイトチョコより普通のチョコが好きなんですけど、三角チョコパイに関しては白派かもしれない。でもどっちも美味しい結局どっちも美味しい。そろそろ寒くなってきたのでメンソレータムの季節ですかね。ですかね。いつですかねいつかな。メンソレータムいつかな。11月中とかにはできるかなできるかな。リアルな弱点って5時集合はね、そうなんです。ちょっとね、皆さん黒派、白派、半々ぐらい。でもどっちも断然白。おー、散りますね。分かれますね。分かれますな。でもどちらも美味しい。結論どちらも美味しい。メンソレータムで乾いた心を癒してくだ、潤してくださいってじゃあどうだろう。11月の舞台の初日が終わって、11月中にできたらどうしようかな。でもね、やるって言ってたのでするかも。かわいいギフトありがとうございます、たくみいらさん。あざとい萌え台詞選手権しますってそんな企画私聞いてないんですけど。
どういう、何ですかそれは。アンケートする？三角チョコパイ、白派か黒派か。久しぶりにする？アンケート。じゃあ1が白で、1が黒で、2が白で、3がどちらもにします。投票。はい。急に始まる。三角チョコパイの黒派の方は1で、白派の方が2で、選べないって方は3です。私は3寄りの2です。あ、違うな、うん、3寄りの2です。あれ、3寄りの2.5 です。私はどちらも好きだけど、まあ、どっちかって言われたら白。でも分かんない、今年はまだ食べてないので、今年食べたら黒の方が好きかも。食べ比べする？でもしたくなっちゃいますよね、選べなくて。どっちも買いたくなっちゃう。分かります、そのお気持ち。のりゃくさん、秋のギフトありがとうございます。カン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 、終了。おお。3が 41.0。 やっぱり3が一番多い。あらあら、黒派が多いね。黒派が多いです。あらら、そうなんだ。そうなんですね。そうなのですね。じゃあ私もちょっともう一度食べ比べをしてみたくなりましたが、がちょっと今はお菓子を禁止してるので食べれないですけど、今年の冬中には食べたいな。龍平さん、かわいいギフト。ビルマさん、タコありがとうございます。なんかこんな話ばっかりしてたら食べたくなってきちゃいました。食べたい。でもいいです、私はね、私には白い大根があるので大根で我慢します。ね、思ったより白が少数派で、たまたまかな、どうなんだろう。どうなんだろうね。パイは飲み物なの？何をかぶってるのって。クマカリンリターンズじゃない、
3度目の襲来でした、間違えました。リターンズは前作ですね。私は大根の白で我慢します。あれ？さマシだなって、さっきまでねちょっとどんどん消えてっちゃってた、ので今頑張って追いついてる。もうかなり上の方ですよ、多分時差ないです。今でも冬はお鍋が美味しいので意外と好きかもしれない。結局ね、どの季節も食べ物が美味しい気がします。夏はトマトときゅうりも美味しいし、紅玉6個1個セットしか売ってなかったからめっちゃ余ってた、余ってるって。いいな、買いたい。でもね、紅玉は、紅玉のりんごは結構小さめが、小さめだからセットになって売ってること、いいですよね。はい、着きそう。19分。あ、じゃあ時差1分だ。ウインク、今日はちょっと下手くそ、下手くそ。なんで今日は調子が悪いです、眠いので。今日は55点、55点です。止まった？え、なんでだろう。月末だから通信制限かな。通信制限？一度爆食い配信やってって。え、でも私多分本気でやろうと思ったらみんなが引いちゃうぐらい食べれると思います。私お腹いっぱいがないので。あ、料理配信もね、そろそろしたいですね。さやか飯店からもうしてないのかな。え、そうかな、そうですか。うん、そろそろまたしたいな。お鍋配信いいですね。お鍋配信いいですね。いいですね。いいですね。何回も言ってる。え、したいな、したいな。ちょっと考えておきます。何鍋にしよう。でも私お鍋らしいお鍋今ないや、お家に。鍋らしい。え、わかります、通じますか。鍋みたいな鍋はあるんですけど、お鍋用みたいな、なんか
白くて蓋があるみたいな感じの鍋はないんです。通じるかな。なんだろう、お味噌汁作るよとかの鍋はあるんですけど、ハッシーさん、タコと可愛いギフトありがとうございます。あさかさん、可愛いギフトありがとうございます。投げキスは、あ、24分なんですか。あれ、私何時から配信してました。え、まだ私8時台、8時半とかかと思ってて、え、私何時から配信してるっけ。8時、まだ8時台かと思ってて、まだ8時台なので、ちょっと20時台なので投げキスはできませんって言おうとして時計見たら9時に15分。あ、え、さっき時差とかで時間見てたかな、21時何分だとか言ってましたか。言ってたような気もする。え、私は今何時間。あ、そうそうそう、土鍋、そう、土鍋。あら、ありがとうございます、通じてくださった。そう、土鍋がないんです。100均で十分。じゃあ土鍋、可愛らしい土鍋を見つけたら、可愛らしい、ピンとくる、じゃあ土鍋とこの子だっていう土鍋を見つけたらお鍋配信します。何鍋か迷いますよね。お鍋何が好きかな。最近なんかもう大根愛が強すぎて大根しか出てこない。お鍋の具で皆さん何が好きですか。何鍋が好きですか皆さん。なめさん、可愛いギフトありがとうございます。鍋パイいいけど、やけど心配だなって。大丈夫、心配無用ですって言いたいんですけど、私もちょっと心配ですけど、別に普通に普段食べてるので、作って食べてるので大丈夫だと思う。そうなんだ、もうすぐ10時なんだ。じゃあ、そうなんだ、いやー、そっか、もう初めの方眠すぎて話すスピードがいつもの 0.5 倍速ぐらいだったから、 0.5 倍速、 0.2 倍速ぐらいだったから、ん？ 0.2 倍速と 0.5 倍速と 0.75 倍速だったらどれが一番ゆっくりですか。どっちだったっけ。 0.2 倍速が一番ゆっくりなのかな。じゃあ普段の 0.75 倍速ぐらいだったので
ちょっとびっくりしちゃいました。もうこんな時間なんだ。もう1時間もしてるのか。ありがとうございます皆さん。こんなのんびりとした時間にお付き合いくださいましてありがとうございました。日曜日、明日から月曜日ですが、皆さん元気ですか？元気ですか？頑張りましょう。明日からの1週間も一緒に頑張りましょう。すき焼きやるって、私すき焼きがずっと食べたいんですよ。本当にずっと食べたい。なんかずっと食べたいなと思ってるんですけど、材料揃えたりしたらお金もかかっちゃうしなーって思ってずっと食べてない。もうずっと食べてない。食べたいなって、週に1回ぐらい私言ってます、すき焼き食べたいって。最後の晩餐ってなったら、私今選ぶんだったらすき焼きにします。今選べるんだったらすき焼きにする、最後の晩餐。あ、皆さんいろんな鍋売ってくださってる。ちゃんこ鍋、石狩鍋、みぞれ鍋、豆乳鍋、美味しそう。水炊き私大好き。キムチ鍋も好きです。あ、キムチ鍋食べたいな。すき焼きも鍋の分類に入るんですか？寄せ鍋。だんだん目覚めてきた。 ありがとうございます。そうだそうだね、10時が近づいてきたら22時から0時ぐらいにかけてが私一番目が覚めてる気がする。あ、だんだん目が覚めてきましたね。いましたな。投げキス待ちって、投げキスか投げキスか。じゃあ終わるまでのどこかでします。唐突にします。ちょっとじゃあやりますねって言ってやるのはちょっと恥ずかしいので、どこかで唐突にします。あ、皆さん元気って、憂鬱です。あ、元気です。あ、皆さん月曜日でも元気なんですね。皆さん元気なんですね。私は元気がなくなるタイプの人間だったので、元気ならそれは何よりですよ。最近はもう曜日感覚は何にもないので、あまりないので、特にそういうのはないんですけど、ミルマさんタコありがとうございます。
最後の晩餐。寿司？リンゴ涙っていやでも最後の晩餐って難しいですよね。あ、じゃあ最後のもう明日で世界が終わるってなったら、朝ごはんをリンゴ食べて、朝ごはんにリンゴとさつまいも食べて、あとヨーグルトも食べたいですにして、夜はすき焼きがいいから、じゃあお昼はちょっと検討中です。お昼どうしようかな。なんだろう、朝はだから普段結構食べてた感じの好きなもの食べて、夜は結構食べたい感じのもの食べて、だから昼はスイーツかな、クッキー缶一缶とかタルトがいいかも。あ、でもアイスも食べたいな普通になんかなんだろう、難しいですね難しいですね。じゃあ明日からも頑張りましょうね、皆さん。あ、そう、来週はね、週末にお話し会もありますので、31日ハロウィンの日にぜひお楽しみにしておいてくださいお洋服はもう決めましたが秘密です決めましたというか、買いました、今日届きましたでもちょっとまだ開けてみてないので、なんか不良品でサイズが子供用じゃないかとかになったらいけないのでちょっとこの後行ってみようかな。充実な最終日だねってなんでこんな最後の日を世界が終わる日の最後の日のご飯を決めてるんだろうあ、いいですね、シャインマスカットタルト食べたい。ちひこさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。でもインクはちょっと今日下手くそだ。じゃあそろそろ壇上を読ませていただきたいと思います。クマ狩りなのでちょっとクマになろう、戻ろう。そう、今日ツインテールでした今更久しぶりかもしれません。ツインテールでした。ツインテールでしたのです、でしたのでした。ということで、じゃあ壇上
読ませていただきたいと思います。13位、ケーセティさん、ありがとうございます。12位、ハッシーさん、フェアカリン障害推し、ありがとうございます。11位、山正さん、ありがとうございます。10位、炭酸せんべいさん、プレミアムくじ T 賞ありがとう。こちらこそおめでとうございます。ありがとうございます、受け取ってくださってありがとう。9位、鳥さんさん、ありがとうございます。8位、のりへくすさん、ありがとうございます。7位、りょうくん、ありがとうございます。6位、静岡の天パのたけさん、ありがとうございます。5位、かずささん、ありがとうございます。4位、かずさん、さやかに楽しい、ありがとうございます。3位、よしひこさん、ありがとうございます。2位、小林さん、ありがとうございます。そして1位、ワシンさん、マシンさん、ありがとうございます。体いいですってありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。皆さん、皆様、日曜日の夜、なんかすごいダラダラとグダ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 ネムネムダラダラしてたんですけど、ありがとうございましたね、来るかって言わないで、来るかって言ったらさ、唐突にやる意味なくなるじゃないですかありがとうございました。じゃあ明日からも一緒に頑張りましょう おやすみなさい、バイバイ、おやすみなさい、おやすみなさい、唐突でしたよバイバイ、また明日。